そう、東京ガール、ブンブン東京ガール、ラララ、音が分かりません。タタララララタタラタラ、可愛くかける未来、テテレテ。今からバス乗るボーイ、お、神戸行きですか？気をつけてくださいね、お願いします。ここ1年に見る、本当に嬉しいな。パフュームさんです。勉強前に見に来た、ありがとう。勉強頑張れ。この前のまひろんとのコラボ配信面白かった、ありがとう。嬉しい、とても。今熱あるから元気ちょうだい。大丈夫？お熱、お大事にしてください。元気パワー。東京駅の中、広すぎて迷子になった。あ、わかる、広いですよね。明日神戸で待って、待ってて、全力で駆け抜ける、駆けつけるから。漬け丼食べてきてよかったって友達が喜んでた。本当によかった、嬉しいです。漬け丼みんな食べてね。ルカチと握手したいよ、握手しに来て、いつでも待ってます。明日神戸行く、待ってる、ありがとう。色気がない、バカにしてるでしょ、もうやめて。先ほど、あ、でもあれです、なんかメンバーに答えるごとに言われるので、色気がないはもうむしろ褒め言葉ですね。ありがとうございます。駆け抜け、駆けつけるから、駆けつける。お星さんは皆さんありがとうございます。お色気ウィンク。明日行くからね、待ってる、ありがとう。ルカシとあとまず握手、マスクいじり、だってここにマスクつけてるの不思議だもん。初めて出会ったよ、初めて握手会がルカシだから、嬉しい、嬉しい、とってもありがとう。私も握手会初心者なんでよろしくお願いします。応援電報送ります、ありがとう。ルカシ私のこと好き？好きだよ、ラブだよ。コアラ見たい、コアラあっちにある。コアラ好きすぎでしょ。さあ明日からアベマ TV 始まります、皆さんぜひ見てください、お願いします。ヤコちゃん卒業したらルカちゃんしかない。いやー、ありがとうございます。いやでもヤコちゃんのことも変わらず応援してください。あのコンビニでヤコちゃんが表紙のね、雑誌が今売ってるので、いつも買おうかなって思ってるんですけど、まだ買ってません。はい。めっちゃ可愛かった。あのね、どれだっけ、あ、道端に座ってる写真が好きです、私は。わかる？そう、プロデューサーさんも決定いたします、お楽しみに。ペンキラーさん、だるまさん、ありがとうございます。もう買った？さすがやこちゃん推し、素晴らしいよ。そう、明日明確になりますよ、皆さん。そう、立ち読みしたの、そう、バレた？そうそうそう、めっちゃ可愛くない、あの道端に座ってこうこうやってるやつ、さすがやんと思って、可愛いわって。初見と思いきや常連です、知ってます、ありがとうございます。ソログラビアいつかやりたいです。腹筋して割っときます、頑張って。久しぶり、今修学旅行帰ってきた、お疲れ様です、お帰り。口どうする、また迷子なんやけど、それはね、地図に頼るしかない。服かわいい、ありがとう。でん、これ今日ちょっと暑かったです。今日ね、中華街で小籠包食べた。おー、いいね、食べたい。お疲れ様です、ありがとうございます。ソログラビア出たら絶対買わね、ありがとう。いつか出たいと思います、頑張ります、出られるように頑張るぞい。ね、最近暑い、もう梅雨だけど夏みたいなとこありますよね。日中は日差しが強いので、なるべくあれしたくないです。大丈夫だよ、隠れてるよ、入って大丈夫だよ。ちょんまげやん、ちょんまげやん。いや安定のね、ちょんまげね、うん、
可愛いよ。ありがとう。でパック借りていい？パック？うん、パックあったっけ？やった。えパックあった？いいよ。あやった。そうそうそう。ごめんなさい。いいよ。ごめんなさい。お姉ちゃんとか誰？とか言われてんだけど。アネチじゃないです、違います。ふみん正解、ピンポン、アネチじゃないです。神戸のメロンパン専門店に行ってきた。いいなーいいな、アネチじゃないですよ皆さん。そう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 、今日泊まりです。いくえさんハットありがとうございます。アネチじゃないよ、びっくりだよ。そう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 、まゆまゆです、まゆまゆ。今日もイカ買ってました。そうそう、時間後だからこうちょっと隠して、ピッ。そうそう、はい、隠した。明日も大会なのでエールください。たいちゃん頑張れ、頑張ってね。クッサハタありがとうございました。たいさんもありがとう。今時間外だから出ちゃダメなんだよ。9時までかな、前は10時、9時、10時だっけ。え10時なら OK じゃん。え、そうなの。え、だって分かんない、今9時45分で。高校生って10時までだよね。分かんない、うん、10時まで。まゆの手。え、出ていいの、大丈夫。え、確認した方がいいよ多分。配信21時までらしいよ。あ、じゃあダメだ。ダメや。ごめんなさい。怒られちゃう。今あのノーカウント。うん。今のは眉じゃないから。そうそう。それ私の500円玉貯金。30万。全部貯めると30万になるの。今まだ6000円ぐらいしか入ってない。誰でしょうね。今のはちょっとよくわからないです。ごめん、わかるわかる、まゆちゃんだよね。ほら、チョルギサラダ食べな。食べる。あ、箸がない。くんくん来て、ありがとう。あ、あっちだ。置いてきちゃいました。え、またいい、ごめんね。いいよ、全然。すいません、本当にごめんなさい、妨害してるわけじゃありません。今のはアネチ、アネチ。明日前のとこ行くかなって伝えていいですよ。え、ルカチのとこには来てくれないんですか、みんな。そんなメイラーになってよ、いいね。ルカラーにはならないんですか。おかえりなさい。ただいま帰りました。まゆちゃんと同じ誕生日、素晴らしい。素晴らしい、誰だね。君は誰かね。落ち着かない。いいな、スイカは。え、アイスボックス持ってくる。え、持ってこっか。うんうん、大丈夫、後で食べる。久しぶりに来てありがとうございます、ケンキさん、ありがとう。よし。よかったね。じゃあカメラ撮って。カメラ。あ、カメラ。スマイのこと撮るわ。待って。あ？もがめように。え、やばくない？このもがめ何もよくないんだよ。この前めっちゃやばくない？はい、チーズ。まさかのなんだよ、やばいよ。うまい、よく可愛い。ぶっさく。じわ、いや、やばい。後でね、選ぼう、もう場面に載せるやつ。いいよ。やば、食べる、ありがとう。かじ
ジ高い。待ってコメント読んであげなさいよいいでしょう、いいでしょう。マザーさん、ありがとうございます。いくよ、いいでしょう。長い、ね、来てるかなって思って。来てるよ、だよね、来てるよ。2期生のゆなちゃん見に来てた。本当に嬉しい。それ陽キャッチャー、うん、もらった、友達に。友達か。誕生日プレゼント嬉しい。今日ラストアイドル楽しみにしてます。みんな見てね。私は見てから寝ます。明日も見てね。あとおっさんずラブぜひ見てください。皆さん今日最終回だよ確か。あとでツイートしますよ。関西だから見れない、そんな悲しい。関西のみんな明日待っててね。そうみんな見てね、最終回だけでも見てほしい。ぜひゆなちゃん来てくれてるんですか。ありがとうございます。とても嬉しい。相沢るかです。一応一期生です。お願いします。明日はアベマ楽しみ見てください。お願いします。しゅのすけさんハートありがとう。今日ホテルじゃないんだ私。ゆなちゃん私見つけられてない、嬉しい。こんばんはって言ってた、ありがとうございます。こんばんは、エグッドティアーズのルカチコタイザルカです。よろしくお願いします。一期生大好き、嬉しい、ありがとう。私もみんな大好きです。そうタイムシフトないんですよ、みんな19時からですのでね、忘れずに見ていただけたら嬉しいです。お願いします。見てにん。顔が冷たい、パックしてるからね。ちょっと冷たい、スースーするめっちゃ明日神戸か、ありがとうございます。神戸は明日移動、そうかな。明日ピンクのスカートか黒チックのスカート、どっちがいいと思う。黒チックかな。ひなちゃん50回以上来てる、え、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。眉はピンクがいい、眉はピンクがいい、私は黒チェックがいいかな。ピンクがいい。ゆういちさんバラありがとうございます。なんでピンクがいいか知ってる。知らない前そういう洋服着れないから憧れてんの。似合わないから。いいからスイカバー食べなスイカバー食べな。しのすけさんハートありがとうございます。ちょっと仕事だからだいぶいけない。お仕事頑張ってね。もし予定があったら来てください、いつでも。風呂敷ありがとうございます。 うさぎ団さん、るかちゃんこんばん、こんばんありがとうございます。ねちくわさんマユラーになってるよ。イエーイ、パク剥がした。ちくわ大好き。わまあ、今日ね大好きを安売りしてるって言われたの。そんなことないのに。私のことは超ちょ超ちょ超超ミラクルミラクルスーパースーパージャンケンぽい大好きって言わないのかよ。前安売りしないから。あー OK、 前にしか言わないから。はい、ごめんね、ごめんね、ごめん、守りたいだから、ごめん。え、マユラじゃないの。え、守りたいだから。明日シリちゃんの写真撮るために今日バッテリーちゃんと充電してるから。前の写真撮るためじゃないの。前の写真今撮ったからもういいや。え杉浦さん、くまさんありがとうございます。ありがとう、くま、すぐるいいね、ありがとうイエイ。リッキーさんありがとう。これこれはペンギンかな。シリちゃんかわいいよね。しりちゃんに生かされてる気がする、私毎日。やばい、中華バー溶けてきた。早く食べて
ティッシュそこにあるよ。一番取られたくないところ取られてるよね。一番ブスなのにさ、一番ブスなのに一番嫌なところ取られてる。大事なシナモンだから、めっちゃ取って後で見せます。そう、眉が今日はお泊まりです。パックしたてだからね、肌ツルツルだよね。田中さんはまゆちゃんのショールームを見てるって言ってた。え、2期生の田中さん、かわいい子だ。かわいいよね、みんなかわいいね、2期生の子。私も密かに推しを応援してます。ちくわさん、ハットありがとうございます。うん、ピアノすごい田中さん、うん、多彩だね、私たちと違って。インスタ見てるよ。インスタ見てるって、インスタ見てるよ。インスタ見てるって。前の週に見るだだだだ、はい、嬉しい。リカピョンさん、え、見ました。私相沢の方でフォローしました。本当はね、生誕祭行きたかったんだけど行けなさそう。そっか、推し誰だと思う？内緒だけど、ジュリちゃん、ジュリ、いや、2期生です、2期生。ダメだよ、当てちゃ。いや、わかんないし。あ、本当？え、結構言ってるよ、メンバーとかには。うん、誰？え、内緒、私確定するまで明かさないから。ちょっと待ってね。え、リカピョンさん、所属事務所、池松さんと同じ。そうなの？すごい。わかった。マイティーマインスタやってます。マイティーマインスタやってます、ゆなちゃん。マイティーインスタやってる。ルカチはやってないです。前やってたアカウントは残ってます、そのまま。知ってる。出てくる、おすすめに。うん。私のおすすめに出てくる。最初の頃マナちゃんって言ってた気が、いやでも やっぱ見ていくうちにこう定まっていくものじゃないですか。マナちゃんかもしれないし、もしかしたら他のメンバーが好きかもしれない。まあみんな好きですけどね。メルティンのインスタ何気に良いだって。嬉しい。ちょっとコメント返すね。じゃあこちら承認お願いします。ピッ、承認。うわ、すごい溜まってる。お前楽しみに待ってます。楽しみにしてて。リグラムに載せようかな、さっきの写真。パックしてるよ、全員に見られるやん。だってリグラムだったら、まあ、いいや、もう毎ショールームでも拡散してるから。毎日、え、もう、うん、毎日やってない。最近はやってない。最近は学園さん、くまさん、ありがとうございます。最近は、最近ちょっとやったのは、僕もルカチアとして認められて、認められてます、ありがとう。最近は、うん、あのタワーくれた方に顔に名前を書いて、で鼻にタワーを書いた。なるほど。それをショールームで。なるほどね、よかったです。素敵でしょ、みんな喜んでくれた。はい、マイティンのインスタフォローしました。だって嬉しい、ゆなちゃんが嬉しい。あ、ゆなちゃんじゃない人からフォロー、あ、ゆなちゃんからもフォロー来てた。フォロー返した。びっくりしちゃった、 TikTok みたい。だってマイティン今日 TikTok 更新しました。もう一つ撮りました。あれ、あれしかできない、こやつ。幸せはいつも続かない。
ない、どこを探しても見つからない原田愛みたいでしょ。今日はやった、なんか池松さんの真似いやあるよあれ本当に最初気づかなくてびっくりして、これ 音出しじゃないか、大丈夫だ、ちょっと待ってね、これでしょ、音出しじゃないから大丈夫、あそうまだこれ出してないやつもいいよ、見てこれ一人で何これ、わー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 全然意味わかんないんだけどこれ止まってんの、今止まってる、あれおかしいな、これ出してないやつ、ただレイヤーに送るためにだけに撮ったやつこれただ恋愛に最悪やつカズくんもルカチアです、バイラーじゃないのこれ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 今日撮ったやつ、まだ出してないやつ、来いよ、最近本当に TikTok のいいねが来ない頑張らないといけないってことだね、眉が TikTok いいねしてほしいってみんなが、可愛くない？可愛い。私シュリちゃんに出会うまでオリオちゃん推しだったから。えでも前も本当にオリオ可愛いって思った。いや本当に可愛い。明日はよろしくね、よろしくお願いします。あの人と食べ物の趣味がありますね、私は。だってホテルの時なんか。バケツに氷入れてさ、なんか最高の状態でコーラを飲みたいとか言ってたじゃん。でもね、やっぱりね、氷の準備するのがめんどくさいから噛んで飲んじゃう。それギザラでいただきたいと思います。じゃあそろそろ10時なので、私もじゃあ今日は終わりにしたいと思います。今日はマイもお泊まりなので、まあね、楽しく。この後テレビ見て思います、そう今日は、23時らへんからおっさんずラブ最終回、そして、ラストアイドルもございます、皆さんぜひ2期生の活躍を見ていただけたら嬉しいです、よろしくお願いします、はい、ってことでウォッチガールでした、はいはい、ということで、アイザーじゃんけんいきます、せーの、アイザーじゃんけんじゃんけんポン、解けた、次でしたイエーイってことで、勝った皆さんは明日の世話超ウルトラスーパーミラクルクルクル大吉です、イエーイ、そして負けちゃった皆さんは明日の世話超ウルトラスーパーミラクルクルクル次も頑張ろう、今日です、今日です、アイコの方は、はい、そしてアイコンターチョキの皆さんは明日の運勢自分次第です、で皆さん明日握手会と撮影会でお待ちしております、じゃあバイバーイ、じゃあねー、バイバーイ。